揺れた。地震ってやつか。どうした？なんか頭痛い。あ、と思ったけど。大丈夫？平気。治った。ノクト、揺れてなきゃ平気か？ああ、地震で痛む。理由がわからないな。みんな生きてる。足あるね。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。では、そろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。ねえ、ボスケ。ああ、あいつらは。みんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。あ、
分かった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。うわあ、このお店なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。近づけるのかあれ。飲み物でも買うかな。工場でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。大変そうだな。ん？大変？すごくない？まあいいけど。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。ここの飲み物、全部いいんだよね。そうなんだ。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ、ここペゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。抜くと、なんかこれ、内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それに、ノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。近づけるのかあれ。
が気持ちいい。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。ううん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと街で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティ様が滝の中で見つけたのは、この町に古くから伝わる伝説の剣なんです。ここでは王家の力が伝説になっていたようだ。なんとも誇らしい話だろ。だな。どうもな、タルコット。いえ。大丈夫？どうしたの？エリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん、望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら何かわかるかもしれない。本当に大丈夫？倒れたら嫌だからね。本当に大丈夫？あ、これうまそう。うーわ、もうこれ絶対美味しいでしょ。これはキャンプでも作れそうだ。飲み物でも買うかな。あれ、偶然。おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの、それ。会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ。2台でドライブもいいな。うん、いいね、そうしよう。また頭痛か。困ったもんな。準備できた？じゃあ運転手は俺が指名しよう。君がいいね。お前の車に乗せろ。おや、
その場合はタクシー代をいただきますが、なんて。じゃあ、君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。